こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。輸出規制から不買運動による脱日本を掲げ、日韓関係が良好になり、韓国側が日本との関係改善を掲げ、無理やり日韓外相会談を開催させられ、握手もなく終了したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。チョン・ウィヨン外交部長官と日本の茂木敏充外相の初めての対面が苦労の末に実現したことで、これまで事実上中断されていた韓日間のハイレベルの高官級のコミュニケーションが再開される雰囲気だ。ただ正常な外交コミュニケーションがようやく復元しただけで、強制徴用や日本軍慰安婦の賠償判決など山積した懸案を解決するには長い道のりという評価が出ている。主要7カ国 G7 外相開発大臣会議に出席するために英国を訪問中のチョン長官と茂木外相はロンドンで会談した。両長官はアントニー・ブリンケン米国務長官と韓米日外相会談を行った後、日本側が準備していた別の会議室に席を移して20分間対話した。共通の関心事である北朝鮮の核問題はもちろん、葛藤懸案である韓国裁判所の強制徴用や慰安婦賠償判決、日本の福島原発の汚染水放流の決定などについて意見を交換した。しかし両長官とも日程が詰まっているため長い対話を交わすことができず、それぞれの立場を説明するに止まったものとみられる。外交部の説明と日本メディアの報道を総合すると、茂木外相は強制徴用と慰安婦判決の問題に対する日本の従来の立場を説明した。賠償責任は1965年の韓日請求権協定と2015年の韓日慰安婦合意などによって全て解決されただけに、韓国の裁判所の判決は国際法違反であり、これに対する解決策を韓国政府が持ってこいということだ。茂木外相は強制徴用判決について資産の現金化は絶対に避けなければならないという立場も強調した。これに対してチョン長官は、日本側の正しい歴史認識がなければ過去の歴史問題が解決できないことを強調して、慰安婦や強制動員被害者についての政府の立場を説明した。またチョン長官は、原発の汚染水放流が韓国など周辺国の安全と環境に脅威を及ぼす可能性があるとして反対の立場を伝えたが、茂木外相は韓国政府のこのような批判を憂慮する立場を示した。北朝鮮の核問題については日本も協力するという意思を明らかにした。両長官は先に行われた韓米日会談での合意事項である韓半島の完全な非核化と恒久的な平和定着への実質的な進展に向けて協調を強化して、米国の新しい対北政策の推進過程で3カ国間で緊密なコミュニケーションと協力をし続けることについても意見が一致したと外交部は伝えた。外交部は、両長官は韓日が北東アジアと世界の平和と繁栄のために緊密に協力する必要性に共感し、韓日関係を未来志向的に発展させていくことで志を同軸したと明らかにした。何よりも今回の会談は昨年9月の菅義偉首相の就任後、韓日外交当局間の初めての高官級対面という意味がある。茂木外相は今年2月にチョン・ウィヨン長官が就任してから儀礼的な電話にも応じておらず、今回の会談も開催されるか不透明だった。外交部は米国やインドなど他の G7 会議参加国との2国間会談を事前に告知したが、韓日会談は終わった後にその事実を公開した。自国の世論を意識した日本政府が韓国に融和的な姿を見せないようにするため、会談日程の公開に否定的だったという観測も出ている。今回の会談は米国の提案で開かれた韓米日会談に続いて開かれたという点で、米国が仲裁の役割をしたのではないかという見方もある。米国が引き続き
韓米日3カ国の協力を強調している状況で、日本も多国間協議の間、遭遇するしかない韓国と対話を拒否し続けることに負担を感じたものとみられる。交錯した韓日関係を反映するかのように、外交部が公開した写真で、両長官は固い姿勢でポーズをとった。会談の同席者によると、両長官は握手はもちろん、新型コロナウイルス感染症のせいで、握手の代わりに行う肘の挨拶もしなかった。両長官は、前日行われた G7 拡大業務晩餐会でも会談した。チョン長官は、会談後、聯合ニュースに、いい会話をしたと述べ、外交部当局者は、良い雰囲気の中で会話が進み、両国間のコミュニケーションを本格的に始めるきっかけになったと評価した。それでは、ネットの反応です。日本は我々の主敵だ。パククネが、この大変な状況を作ったんだよね。それなのに、国民の力は、どうして一言も話さないのかね。日本は主敵。絶対に無視しなさい。日本と断交して、主敵と明示しよう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけると、とても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。